戦国武将がその話し合いするっていう映画もなんか面白いなと思ったんですよね、子供の頃に、はい、やっぱりその戦じゃなくて合戦じゃなくてその会議でその歴史が動いたっていうのを、しかもその最初の歴史上、日本史上最初の会議ですから、いやすごく興味がありましたね昔から。こんなことでいろいろとこう話し合われて、しかも羽柴秀吉さんがこんなに人の心を、うん、まあ、揺らす人なんだっていうのを映画見てすごい感じたんですけど、大泉さんは羽柴秀吉、豊臣秀吉じゃなくて羽柴秀吉っていうのがちょっと気になりますよね。今回この映画をやるに当たってね、やっぱこうある程度こう秀吉というのはまあヒールでなきゃいけないんだと、はい、まあ、三谷さんからそう言われまして、まあ、その覚悟してねやっぱやったわけですけど、まあ、確かに僕の中でも秀吉っていうのはなんかこうね、農民から出て最後天下を取ってっていう、うん、なんかすごくこうなんていうかな、情に厚くてなんかそういう、なんかこう身近なヒーローのような気もしたんですけど、やっぱり今回やっぱ実際にね、こう彼のやったことだったりを見ていくと、まあ確かになかなかやっぱりえげつないといえばえげつないですよね。この映画ってやっぱり史実なので、この映画は清洲会議というその会議が行われたその5日間の話ではありますけども、その後の出来事っていうのも歴史に詳しい人はみんな分かってるわけですよね。まあ、会議が終わった後に、まあ、史実ではもうその1年後には、うん、秀吉は実際その、まあ、勝家を滅ぼすわけで、なんかそれを分かってみるとまたねこう切なく見れちゃいますよね。そうですね、実際この後もうそこを潰すんだよなとかって思うと、あ、まあ、秀吉の怖さっていうのも感じるし、でもやっぱその天下を取りに行くんだっていう、はい、彼のまっすぐな思いも感じるし、なんかそういろんな面でこの映画はこう深いなと思いますけどね。だこの映画一番最後まで見てほしいんですけど、一番最後にこううわーっとこう合戦の声が入るんですよ、薄くね、音楽が終わった後遠くで合戦の音が聞こえるんですけど、えいえいおーみたいなのがね、あれよかったね。いや、よかったですね、なんかこうその後のその後まだ戦いは続くし、実際秀吉はどん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 織田家の人たちをねこう滅ぼしていくんですよね。大泉さんが秀吉っていう演じてらっしゃる時に、三谷さんはどういうふうに見てらっしゃったんですか。あ、やっぱり思った通りだ、面白い顔だなと思ってました。それはあなたが作った面がね、あなたの作ったこの顔が面白くなっちゃった。この面は確かに今は面白いけれども、多分見ていくうちにどんどんかっこよくなっていくんだろうなっていうふうには思ってみたんですよね。ご覧になってらっしゃいました、うん、はい、撮影中の三谷監督ってどういう感じなんですか。いや、映画の撮影の時にはですね、とにかくもうあのダンディーなんですよね。もうバキッと、もう今、まあそうですね、今と同じぐらいカチッとスーツちゃんとしてますからね、着込んで、でも現場スーツですか。現場スーツですね、スーツネクタイ、そしてもうきっちりとこうハットかぶってらっしゃるんですよ。すごいかっこいい、うん、あ、そうなんですか。そうです、で常にこうダンディーでらっしゃって、ええ、でやっぱりこう演出は非常に繊細で、あの細かいので、その場で演出に応えていくのは本当に難しいですね。僕に限らず、あの皆さん苦労なさいますけど、ただその演出は本当に面白いし、やっぱり自分が思ってきた演技プランだったりをやっぱりこう常にこう超えてしまうというか、であんまり割らないんですよ、でつまりカット、だカットをすごい短くこう割ると時間はかかるんですけど、まあセリフ的には楽なんですよね。あ、そこだけでいいと、そこだけでいいから、から基本笑わないので長回しなんですね。その長回しの中でその日にこうこのセリフの時にはこの辺でこう歩いててこれを持ってとか、うん、それ結構細かいのがつくので、うん、まあ、いっぱいいっぱいにはなるんですよね。あとエグザイルのようにとかね。本当なんですよね、動きが。あ、最後私がこう丹羽長秀をね、自分の味方に引き入れるってものすごい大事なシーンがあって、まあ、映画のクライマックスでもあるわけですけど、そこでの、まあ、そこも長回しだったんですけど、小日向さんの後ろに回ってこう顔を後ろから右からこう出すような感じでやってほしいと、ちょっとエグザイルみたいにやってくれって言うんですよ。それが監督がやるとものすごくいいんですけど、できないんですよね。こう見えて踊れる監督なんですよ案外。あ、すごい、こういう感じですよね。ラジオなのがもったいない、キレがあるんですよ、ただそれもあのそれだけやればいいわけじゃないから、ずっとお芝居続けてちゃんとあの気持ちで三輪長秀の心をつかまなきゃいけない、プラスエグザイルっていうのがね、
まあ、それはできる人できない人はいますよ。まあ、それはできると思ってるから僕はあのお願いしてるわけで。あ、そこにさらにこうなんですか、終わり弁っていうんですか、いわゆるこう名古屋弁が入ってくるじゃないですか。 それがもう本当に僕の中ではもうその日の撮影も本当にもう今日はもう帰りたいと思いましたね。あ、そうですね、うんうん。で、大泉さんもたくさんの方とこの場合共演されてる形になるんですが、中谷美紀さん、はいはいはい、すっごい中谷美紀さんのキャラクターが良かったんですけど、あ、キュートでしたね、奥さんね、素晴らしいですよね、なんか中谷さんってなんかもうちょっとクール なんかそういうイメージもあったので、うん、なんかあんなに弾けたなんかこう楽しい演技もなさるんだなと思って、もう踊りが素晴らしくてね、はい、いや、でその中谷さんは正直、まあね、あれだけの踊りさま見ても分かる通り、あれやっぱ振付師の方がいらっしゃったんですよ、ええ、でもかなりな稽古を積まれたんですよ中谷さんは。そうですか、あの宴会をね、メインがうわーっと盛り上げるシーンがあったんですよ、でそこでこう散々踊るんですよね中谷さんが。その踊りがまあ可愛らしくてキュートなんですけども、あれかなり稽古しましたからね。あ、そうですか、うん、ですからまあいいんですけど、そこで私も踊れって言われて、はい、なんかね現場で突然ちょっと踊ってほしくなっちゃったんですよ秀吉も、だから大泉さんに関してはその場でリクエストしたんですよね。特訓とかじゃなくて、うん、もうその場で好きにやってくれって言われて、好きにやってできる感じじゃないんですよね踊りなんてね。でもなんか仕方ないから僕一生懸命やったんですけど、まあ、中谷さんそれもまた随分なんか喜んでくれてゲラゲラ笑って、結局あれだけ練習したのにはなんか大泉さんが全て持っていってしまったとかって言われましたけど、まあでも可愛かったですね本当に。あのでまた、ね、ものすごいあのもなんとおしとやかな方なんですよ。ああ、そうですか。言葉遣いとかも本当に戦国時代の方かっていうぐらいな、僕のことをあのようちゃん様って呼ぶんですけど、なんなようちゃんなのか様なのかよくわからない呼び方で呼ばれる方でしたけども、はい、もうみんなが、ま、そのスタンバイしてて、まあ、映画だから待ち時間長いんですよ、抹茶を立て始めたんですよねそこで。中谷さんですか、で全員にこう抹茶を振る舞うんですよ。すごい、お抹茶どうぞって言ってびっくりしました。あの方あのお茶をやられるので、はい、だからそのセットもあのこう自分の出番のない時見学しながら、うん、あ、ここはなんとか武器ですねとか、すごい僕の知らないようなこう専門的な、ね、建築用語とかをこう出してスタッフと話したりとかしてましたね。あ、そうですか、うん、またあのセットも素晴らしかったですもんね。あ、すごかったですね。